おはようございます、湘南半ちゃんぽ1月16日ですが、昨日の夜中にさ、火山ね、外国で、火山の噴火があって、それで、神奈川県の沿岸部も、津波警報が出て、今は津波注意報なのかながまだ発令されてるんで、今日はね、海岸への、お散歩は中止、しました。で、パンコちゃんです。そう、パンコちゃんはね、階段登れるの、自分で。だから今ね、父ちゃんに会いに、階段を駆け登ってきたからね、出演させています。で、半次郎はまだ、登れないんだよね。あの、パンコと半次郎は同級生なんだけど、まあ、うちに来た時期がね、あの2人とも保護犬で、パンコはまだ0歳の時に来て、半次郎は3歳の時に来たから、パンコのがまあお姉ちゃんなんだけど、学年は一緒でね、この茅ヶ崎の生活にもだいぶ慣れてね。特に半次郎はアレルギーがひどい子だから、あの茅ヶ崎でさ、お散歩毎日しとるもんで、肌がすげえ綺麗になったんだよね。ね、パン粉もね、なんかね、楽しそうにいつも、お日様の下でポカポカ暮らしています。なあ、ちょっと待って、一回降りるかな。で、昨日ね、茅ヶ崎村の、仲間とね、まあ、新年会的なたこ焼きパーティーをやったんけども、基本的にさ、みんなさ、この茅ヶ崎出身じゃなくて、で、茅ヶ崎に何か縁を感じたり、こう自分で選んで、茅ヶ崎に来た家族ばっかなんね、基本的にはさ、大体ね。だからこう、例えばずっと茅ヶ崎に住んでる人、ずっと生まれも育ちも茅ヶ崎という人とはまた違ったね、茅ヶ崎愛を、感じるんだよな。まあ、私もだってさ、あの愛知県豊橋にがね、今でも故郷だし、もちろんさ、でも愛知県豊橋をわしは選んでないんだよね。あれは本当にもう最初から俺のふるさとであって、一生ふるさとね。でも茅ヶ崎はこう、豊橋からさ、出てさ、東京で30年近く音楽やってきて、それで自分のね、なんちゅうの、居場所というかさ、ね、全国ツアー行っても、あの、ハンサム兄弟です、東京から来ましたハンサム兄弟ですって言いながら、俺東京に住んどるけど別に東京の人間じゃねえしなっていうのはずっとあってね。それがね、縁あって茅ヶ崎という町に惚れ込んじゃって、でこの町に来ましたな。だからその、まあ、新参者であり、ね、移住者、ね、移住者だからこそなんかできるね、茅ヶ崎への、 あの愛の表現の仕方をね、日々考えようと思っております。まあ、その中で今日はじゃあその茅ヶ崎移住を決めた日に作った曲を、この我が家からお届けします。海しかないふるさとで、海の広さを知りました。狭苦しい空の花の都で、空の高さを知りました。もがき続けたこの世界で、開き始めた夢の花をでかく咲かせるために、海しかないこの街に、好きな人と移り住みます。さあ、ハンちゃんが来ました。そこ映んないな鼻詰まったら寝起きだから。海しかないこの街で、海の広さを思い出します。海しかないこの街から、新
しい人生を歌います。夢を見て波に揉まれ溺れかけても手繰り寄せた秘密基地へ続くこの道。空もでかいこの街からもっともっと高い空を目指そう。ポカポカです。冬とは思えないポカポカ。ふるさと捨てたあの日からどこに行くにも根なし草でも見つけたよもう一つのふるさと。海しかないこの街は愛しかない人が集う。海しかないこの街は愛しかない人が笑う。海しかないこの街は愛しかない人が歌う。海しかない茅ヶ崎は海しかない茅ヶ崎は寝起きはね、ほんと、あ、ハンチ、はい、ハンチャー登場です。ハンチロー登場です。ハンチロー登場です。ハンチローも最近ね、ハンチローちょっと抱っこが苦手だったんだけど、最近抱っこも得意になってきてな。抱っこ大好きなんだよな、もうな。ブリュッセルグリフォンという、犬です。この子はね、3歳まで、ちょっとまあ、放置されてて、で、まあ、うちに来て、もう4年か。なあ、最初本当は皮膚もねボロボロだったんだけど、今すっごりさ、なんかボッチャみたいな、お坊ちゃまみたいな顔してるけど、なあ、もともとなワイルドに生きてきたんだよな、お前な。ね、ハンジハンジロです。で、昨日さ、ほんとさ、そのなんちゅうの、まあ散りかす村って俺が勝手に呼んでんだけど、やっぱ全員さね、茅ヶ崎をね、なんかこう愛をか、うん、愛を感じて縁を感じて、集まった人だから、やっぱね、愛しかない人が、集って、愛しかない人が笑ってね、愛しかない人が踊って愛しかない人が歌うっていうさ、そういうね、素敵な本当に、茅ヶ崎村になってるんでね、本当な、まあ、東京とかね、もがき戦っとる人たち、たまには遊びに来るといいと思いますよ。そんなわけでね、そう、海しかない町っていうのもね、こうね、うちのさ、かみさんがさ、湘南の人だから、なんか湘南の人って、自分で湘南っていうのをね、すごく恥ずかしがるんだよね。恥ずかしがる？照れるって感じですか？奥さん。いや、湘南って普段言わないからっていう風な感じをずっと言っとってさ、なんか車のナンバーも湘南だってするし、ね、湘南爆走族といろんなさ、湘南ってイメージあるじゃん。で、なんかさ、その湘南っていう言葉使わないんだよねって。まあ、だって海しかないからさ、みたいな、それをね、ずっと言っとって、かみさんが。それかみさんの、その、なんちゅうの、湘南に対する愛と、こう、なんちゅうの、照れみたいなものをね、ずっとこの、感じてて。だから、ここにさ、引っ越すときもさ、ね、湘南から結婚して、まあ、結婚前に上京して、で、結婚したわけじゃん。ね、それで、私、湘南に帰るの？地元帰るの？みたいな。私東京に出てきたんだけどっていう感じで、最初はちょっとそんなこと言ったけど、やっぱね、元ライフセーバーだし湘南ガールなんで、ここが好きってことだよね、やっぱね。まあ、そんな感じでね、まあ海しかない街という、歌が生まれてね、最初はさ、こうね、地元の人にさ、いや海しかないことねえからって、まあ、言われるかなと思ったけど、まあこの豊橋もさ、海しかない街って俺ずっと言っとるから、自分でも。だからそういう、なんか、愛が、まあ伝わってくれたのかなと思っております。
まあ、そんなわけで今日ちょっと、沿岸部の人はね、津波が、津波は本当にあの台風とかのさ波が高いのとあの根本的に違うシステムだから、本当海に近づくのはやめときましょう。ということで、今日はこの辺でバイバイ。